チャタさん、はい、本日も配信からコメントが届いておりますので、はい、ご紹介させてください。まーちゃんさんです。はい、いつも素敵なチャタさん、今日も頑張ってくださいね、ハートと来ております。 ありがとうございます。はい、ぜひ配信をご覧の皆様へ一言お願いいたします。はい、ね、なかなか遠くで会えない方、配信を通して皆さんに会えてこの歌 を伝えることができるという喜びを感じさせていただいています。昨日、ま、土曜日、毎週土曜日、あのチャタの部屋ゆうゆうさんで収録させていただいて配信させていただいています。よろしかったら皆さん、チャタの部屋、いろんな方がゲストで来てもらってます。よかったら見てください。はい、そちら YouTube で見られるんですか？はい、ゆうゆうさんで収録して、ゆうゆうさんで編集していただいて毎週土曜日流してます。毎週土曜日、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは次の曲のご紹介をお願いいたします。はい、本当で今ね、結構人気のある半蔵さんというシンガーソングライターの方、その方からいただいたスーツという曲がカップリングになっております。皆さんよかったら覚えてください。よろしくお願いします。
シャラララン、フッフ、話してごらんよ、なんでも僕がすべて受け止めることができる。冷たいベッドに入ったら温まるまでの間でも電話をしてよ。寝ないで待ってるから、ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。茶田さん、ありがとうございました。続いては、燃えろ燃えろ燃えろ、燃えろ燃えろ燃えろ、炎のように I am like aる心がある限り、花も咲く。いや。よぎりの癌に包まれて静かに眠る、ブーブーブーシャット、ブー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 シャドThank you. 今にも空が泣き出しそうな、どこどりの橋のたもとで何を失うのよ、恋さん一人越えた。いつのか笑っているのか、なかなか笑えない高ぶるあなた、行け行け晴れた後は振り向かないで、あなた好きです、札幌好きです、誰よりも雪の重さに耐え抜いた耐え抜いた、ライラックの小枝に花が咲く頃、爽やかな風とともに訪れる。恋の気配に振り向けば緑に映える赤レンガ、好きです札幌、好きですあなた、好きです
札幌好きです、誰よりも道行く誰もが見えるよ君に、二人で帰ろう出会った街へ、胸にしっかり抱きしめたなら、話はしない、もう二度と上海上海上海訪ね人、投げた別れの横波が、ザンザザザンザザザンザとよ、ザンザザザンザザザンザといても情けはんだけど、未練から味わわさはよされよされと流れ